お疲れ様です。ゴールデンウィーク中にやっときたかったことを一つやっちゃった感じっすね。ジャンクスタイルです。まあお仕事って方ねいらっしゃると思うんですけど、本当申し訳ないっす。私は9連休中です。で、これ今回私の動画にしては珍しくっていうかね、後付けで音声入れてるんですけど、巨大な箱映っておりますね。これあまりにも巨大すぎて、例の部屋、私今部屋借りてるんですよね。でもほとんどね物置とかしてるんですけど、そこでしかね撮影ができなかったんでやってるんですけど、これちょっと大きすぎて、あまりにも大きくて、ちょっとしゃぶりながら開けたりとかするの無理だなみたいな感じで今やってるんですけど、ちょっと比較用にね出してるんですけど、これどうすか。ベーシックカーがこんな感じで、まあ箱の大きさがわかるかなと思うんですけど、これねヤマトのお姉さんが持ってきてくださったんですけど、ヤマトのお姉さんもね手一杯でしたね。でかつ重量もね結構あんの、どのぐらい、5、6キロあんのかな、5、6キロって言わないぐらいあるんですね。でこれ何かっていうと、まあとあるねものを買ったんですよ。まあそうなんだけど、ホットイールのねあるアイテムを買って、それがだいたいいくらかな、4万円ぐらい貧乏人の私にしては珍しくちょっと高額なアイテムを買っちゃったんですけど、いつだろう、1年とは言わないけど、どのくらいかな、半年ぐらいかな、ずっとお気に入りに入れてて、でちょっとずつ値段が下がってたんで、まあ、値段交渉もした結果ね4万円ぐらいになったんですけど、まあ、っていうのがそのこの間ね、先日ありがたいことに私のチャンネル4000に行ったんで、まあちょっと記念になるものを買おうかなっていうのと、まあ4000人だから4万円っていうね安直な感じなんですけど、まああとは3月のね YouTube おかげさまで収益の方がブーストかかっててよかったんで奮発しちゃったって感じですね。4万円ですよ。ワンアイテム4万円。これいつものまとめ買いとかじゃないですかね、私ね。よくやるね。まとめ買いとかやるんですけど、そんなんじゃなくて、ワンアイテム4万円ですね。4万円ちょっと切るぐらいで、まあ4万円なんですけどね。クーポンなんか使ってね、ちょっと安くなったんですけど、それにしても4万円ですからね。これね、一生懸命梱包を解いてるんですけど、なかなかね、取れなくて、段ボールの箱の周りに、なんだろうな、業務用のラップみたいのが巻いてあって、それを取るのにね、必死になってるところですね。もうしかも重いからさ、こう動かすのも大変なんですよ。何キロぐらい？ほんと5、6、10キロまでいくかな。まあ、そんな巨大なアイテムなんですけど、まあ、これね存在は知ってたし、なんか聞いたことあるけど、なんか画像とかでね見たことあったけど、現物見るの初めてのアイテムなんですよね。だからなんだろう、4000人記念で自分へのご褒美っていうかね、そういうのと、ちょっと皆さんにもね、たまにはちょっと珍しいもの、私あんまり珍しいものお見せできてないからね、たまにはこう感謝の気持ちを込めて皆様にこう見ていただこうかなと。これあんまり紹介してる人いないと思うんでね、まあもったいぶってるんですけど、今一生懸命ね梱包まだ解いてるんですよね。これねちょこちょこねカットは入れてるんですけど、ほんと梱包を解くのに時間がかかって、なんせでかいし重いし、もしつこいけどさ、結構苦労しましたね。でちょっと今日暑かったんですね、福岡。もう汗だくになってましたね。でちょっとずつ見えてきましたね。こちらちょっともったいぶってるんですけど、まだまだね、こちらでございます。よくわかんないね、これ見てもわかんないね。でも何やらホットイールのセットらしきものが、ワンアイテムと言いながらセットものっていう、そこがちょっと私の貧乏性なところなんですけどね、まだわかんない。これねプチプチにくるまれてて、エアパッキンかな、いわゆる、まあどっちでもいいか。でこれを解くのにもまだ時間かかっちゃってて、でもなんかこう見えてるのが、ちょっと懐かしいアイテムが見えてるんじゃないですかね。これあと起こすのもね一苦労な感じですね。重量はかなりあるんでね、
測っときゃよかったね。いやでも測りようがないな。あ、体重計に乗ればいいのか。これを持って体重計に乗ればいいんだ自分がね。体重計に乗るのが嫌なお年頃なんでね、そういうのがちょっと やりたくなかったんですけど、エアパッキンがねなかなか取れなくて、これで御開帳でございます。御開帳って言い方が古いな。ちょっと懐かしげなモデルが並んでるんじゃないですか。これ分かる方ね、ある程度おっさんだと思うんですけどね。そしてドーン、こちらですね、2002コレクターエディションインクルーズオール114モデル、2002年に出た114種類が、ね、全部セットになったものですね。あの大きさ比較でツインミル出したけど全然あの比較になってなかったっていうね、失敗だね。2002年は114台出たんですよね。今みたいにね200何十台とか出ないからね。で取っ手もあるんですけど、これ取っ手持ったら破れそうだね、重くて。早速ね開封してみようと思うんですけど、これねいろんなところにこう引っかかりがあって結構厳重になってて取り出しにくかったですね。でやっと開けたところがこんな感じっすよ。青い台紙にこうやって引っ掛けてあるんですよね。で114台中の12台はトレジャーハントなんですよね。あの緑のセグメントのっていうか車種名のところが緑になってるのがそうですね。で昔この時代はあのスーパートレジャーハントっていう概念っていうかなくて、トレジャーハントが、リアルライダーだったんですよね。でこれはまあノーマルの分なんですけど、こんな感じで青い台紙のところに引っ掛けるところがあって、なんかぶら下がるっていうかね、固定できる感じなんですよね。これなんか欲しいなと思って、この紙欲しいっすよね。もうカードあんま痛まなさそうだし、ほらかっこいい。これなんだっけ、サンダーボルトだ、リアルライダーなんですよ。かっけえな。だからこの年に出た12アイテムかな、あのトレジャーハントを含む全114種類のものが入ってますよっていうセットなんですけど、これすごい壮観だね。あ、これパッカンスのやつも見えてますね。これはノーマルだけどね。だからトレジャーハントはあの車種名のところが緑になってるやつがトレジャーハントで12台ありましたね。で下の方こんなぎっちり詰まってるんですよねその他が。これがまあ何かというと、こんな感じで、当選通知書なんですけど、これがなんかあのなんだっけ、ホットイールセグメントラリーだっけな、なんかあのほらプレゼント企画見たことあるでしょう、あれのやつ。株式会社バンダイマテル事業部になってますね。バンダイ時代ですね、いわゆる。だから私、去年かな、一昨年かな、この時代のやつを集めようって言ってなんか宣言してたのになかなか集まらない。ちょっと値段がね なんか年々上がっちゃってるんですよね。この時代前は100円200円で買えてたのに、でこんな感じでね、あの一応未開封というか暗所で保管してたらしいんですけど、この焼けてるのもあったんですよね、パックが。ちょっとよくわかんないですけど、経年であるものかな、それともこう前にね青い台紙に挟んであって焼けちゃったのかちょっとわかんないんですけど、でそう年々ちょっと高騰しちゃっててコレクションがなかなか進まなかったところ、こうセットがあったんで、あ今だって1台300円とか400円とか、トレジャーハントで1000円から2000円の間ぐらい、2000円ちょっとするものもあるんで、トータルで考えたら全然いいかなと思って、で相場調べようと思ったけど、そもそもこれ 100個限定なんですよね、あの日本ではね、海外では知らないけど。なのでちょっと相場を調べるだけの玉数がなくて全然分かんなかったんで、ちょっと4万円がちょっと高いのか安いのか分かんないけど、まあトレジャーハントだけでもね 2万ぐらいはいきそうなんで、2万までいかないかな、なんでまあいいかなってところですね。今こんな感じで1台ずつね確認してるんですけど、あ、こういった珍しいものもね最近ちょっと見ないものもあったんでよかったなっていう感じですね。でそう1台ずつね見ていこうかなと思ったんですけど、ちょっとね112台かな、114台かを1台ずつ紹介してたらもうちょっと大変だなと思って、かつこれもう開封するだけでちょっと辛くて、ちょっと一旦ねやめようと、一旦やめようと、今日はもうあの見て満足しようと、あの動画撮ったしもういいかなって感じで
戻してたんですけど、これ戻すのも大変で、マジでそのなんだろう、下の方のギッチギチに入ってて、うまいことね、うまいこときちっとねやんないとまた箱に戻せないんですよ。戻すのに1時間ちょっとぐらいかかったかな、時間的に。なのでこれもう開けるかどうかわかんないっす。もう開けたらね、戻すのが大変なのマジで。でもこれで、なんだろう、私主戦場というか、なんだろうな、コレクトの対象が2000年とか2003年ぐらいまでのカードを集めたいなとか、まあ、それ以前のものもね集めたいんですけど、だったんで、まあ、2002年はこれでもう完全クリアですよ。ベーシック化についてはね。でさてこれですよ、これどうしたもんかなと。どうしたもんかなっていうか、どう飾ればいいのかな。立ててこうやって飾ってたら下の方のカードが痛みそうだし、この多分この緩衝材、白い緩衝材は前の所有者様が入れてたのかなって感じなんですけど、まあ、黄ばみもないしね、まあ、比較的新しいものなんですけど、まあ、これまあどうかこうやってこんな感じでね飾りたいんですけどね、どうでしょうね、なんかいい案があったら教えてください。ちょっと斜めってね、なんか戻し方が雑だね。まあ仕方ないかな。とか2002年ってもうあれだ、20年以上前、21年前か。年取るよね。ちょっと前までね、こんなの100円200円ぐらいで買えたんですけどね、1台。全然買えないですもんね、今。で、なかなかね、面白いモデルなんかもあるんで、1台ずつねお見せしたかったんですけど、それだと大変な時間かかっちゃうからね、ちょっと今回はごめんなさいって感じですね。まあ、古いホットイール、古いモデルあんま興味ないよっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、本当ねなかなか面白かったり、昔の方がね結構凝った作りになってたりとかするのでね、お見せしたかったんですけどね、またの機会にいたしましょう。じゃあどうしようかな、今度あれ5000人いつ行くか分かんないけど、5000人いったら5万円のアイテムを買うのかな。なかなかこういうのないからね、どうしようかな。まあ個人的にはまあ古いアイテム見れて幸せでしたけど、ほんとこれどうディスプレイしたらいいのかな。ほんとなんかいい案があったら教えてください。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の、そうだ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。